サガサ愛好家の皆さん、こんにちは。本日は気温0度。報道がありました通り、札幌などで記録的な、11月としては記録的な大雪となりまして、やや北部のここもこのようにかなりの積雪に見舞われております。今回、前回申し上げた通りニューウェダーなんですけど、ハプニングがありまして、ラジアルウェダー、ダイワのやつ、どうも人気がないようで、どこも取り扱ってなくなってしまいまして、以前アマゾンで買ったんですけど、アマゾンで同じ型番で調べるとこの別のウェダーがヒットするんですね。で、私ちょっと急いでたんで、でサムネイルの画像も酷似してるんで、買ったらなんとフェルトウェダー、買わないって宣言していたフェルトウェダーです。まあしょうがないんで、まあ台湾のフェルトウェダーがどれだけ持つのかという、まあテストをしようかなと。で、前のウェダーも左足の浸水の原因が分かったんで、あれはあれで補修してニコイチで行こうかなと思います。何を隠そう、モクズガニ狙いの傘をここのとこ数日してまして、秋の風物詩、もうちょっと時期遅いんですけど、なんとか道王さんのモクズガニを食したいなと。またカジカ、模様が薄いですね。カジカ、小さい。彼らすごいですよね。なんか名前わかんないですけど、冬になると出てくるやつがいるんですよね。相当なフリークスですね。こっちの君はかなり元気がいいです。何食ってんですかね。飛んでるよ。おお、でかい。でか福土城。結構、過去最大サイズタイぐらいだな。でか、太。前もこれ言いましたけど、よく最大サイズ20センチに達するって、ものの本には書いてありますけど、私そのでかいの、取ったことないです。このサイズが最大ですね。16センチぐらいですかね。まあでもでかいっす。
サガサ愛好家の皆さん、こんにちは。ここも実は2回目、2年ぶりですね。前回もちょっと下流でやりまして、レアキャラヌマガレイという翡翠の魚がここで初めて、まあ唯一ですね、ここ以外で取れたことはないんですけど、そこのもう一つ橋、一つ上の上流に来ましたが、全然ここのはすごいですね。ちょっと過去類を見ないぐらいガサ向きな素晴らしいポイントですね。ただちょっと農家というか民家が多いので、おとなしく飾りたいと思います。ヤマメとカジカダブル、色してますね、このカジカ。ヤマメ。ギゴリ、でかウキゴリ、でかいっすね。でかい。両股ですね。デカウキゴリ3連発。一応達成、チビモクズ。
モンスターが。すごい赤い小さい実がいっぱいなってます。食えそうじゃないですか。甘酸っぱいけど渋い。でさっきのところから90キロ離れた前回ブラウンランチをいただきました。川までやってきました。先行者いましたけど釣り人なんで釣り上がっていくんで大丈夫だなということです。実はこの川は6年前初めて、まだ千葉に住んでいる頃に旅行できまして、こっちに住んでるお友達と初めて、まあ、人と初めて、ガサガサをしたという思い出の場所であります。でここは結構五目で取れるはずでして、まあ、ヤマメ、浮きゴリ、何よりモクズガニということで、モクズガニ狙いで来ております。早速浮きゴリですね。小さい。今日は気温7度ぐらいあってすごい暖かいです。天気は雨。モクズガニの、まあ、くだらない生息のために河口まで降りない個体の、まあ、秋冬の行動がどういう感じなのかっていうことはちょっとあまり私知らないし、あんまり研究もされてないっぽいですよね。ただまあ春夏の、まあ、経験からするとまあそこら辺移動してるんですよね、彼らは。結構こういうところとかにも結構いたりするので、まあ、しっぺり攻めるにしても、丹念に、やっぱ浮きゴリが多いんですよね、ここ。浮きゴリと、あ、チビヤマメ。見えましたか？逃げましたか？このポイントは、一見もうただの、渓流、小さい渓流じゃないかって思うんですけど、こうやって、よく見ると、いい、手頃なえぐれと、ちょっとまあボサはあんまないですけどね、えぐれが意外にあるんですよ。まあ、私がよく言っている、まあ、親子で楽しめるようなそういう優しい川ですね。これすごいな、攻めづらいな。すごいけどすごい。プニプニ坊やこと赤ん坊の幼虫、彼すごい伸びるんですよ、ビヨーンって、ね、通称プニプニ坊やって呼んでます。お、出ましたよ、ほら。
イワナちゃん25はないか、20ありますね。観察水槽に入るのかな。結構深いえぐれ、深いっていうのは横方向に、おお、すげえ、ダブルヤマメ。全くこの川の同じポイント入るのはこれ3回目ぐらいなんですけど、足掛け、まあ6年で流れ変わってないですよね。面白いですね。なんかもう物理的に安定した形なんでしょうね、これが。ヤマメダブル。一番最初そのお友達とやった時に取れた木図はもう産卵に参加できる生態だったんですよね、完全に。もしかしたらこう上流、源流まで多分2キロ、3キロぐらいあるんで、そっちの方に予備軍の若者たちは移動しちゃってるのかもしれないですね。ここ来るまでに海岸線沿いに本当名もないような川が、お、マジで。またあの私言ったことを訂正しなければならない。これは個人的に大発見かも。草食のエビがいましたよ。覚えてる限りは初めて。ほら、ちょっと種類わかんないですけど、みぞれ沼エビとかね、それ系ですよね、草食の。スジエビとは明らかに違う。スジエビパーベイ、フィッ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 と。マックズくん、どこ？ここやって最後にしましょう。はい、酢と日本酒で染みました。まだエビカニは生きてます。素揚げしていきたいと思います。180度で初回揚げ終わったんで、上がるのを待ってから、今度上がるのを待ってから、今度は200度で、90度ぐらいか、二度揚げに入りたいと思います。あとはエビ、一気にいきたいと思います。はい、お疲れ様です。今日取ってまいりました。念願のチビモクズガニ、ほとんどもうサワガニより小さいぐらいですね。で、本日放流だった浮きゴリ、でかいやつ2匹、そして、24センチイワナのバカ揚げ、あとはスジエビいつもですね、全部素揚げにしました。まあ、いつもこんなサイズはリリースするんですけども、
まあ、今日これでちょっと木樹狙いの年内のガサガサは最後かなということなので、ちょっと申し訳ないですけど、あげられていただきました。では早速いただきたいと思います。ちょっと手がもげちゃってね、手からいただきます。じゃあ続けて、でこれはねオスです。どちらかというとメスのが美味しいと言われてますけれども、これはオスです。まあこんだけ小さいんでね、あんまり生殖腺とかも全く関係ないと思うんで、見えますか。じゃあいただきます。主に、まあ、千葉にいた頃に、まあ、何度も食べたんですけど、まあ、そのほとんどがもうズガニ汁。体を全部ハサミで切り落として、細かくして、ミキサーかけたやつを一度こすんですね。で、こしたやつを全部鍋で、まあ、煮るという。そうすると、タンパク質が固まってきて、こうそぼろ状に肉が固まってくるんですね。まあ、味噌も、筋肉も全部、こう、混ざったやつが固まってくる。で、まあ、醤油仕立てで、まあ、場合によって三つ葉ぐらいをちょっと落とすという、非常にシンプルな素材を生かした。まあ、要するに可食部が少ない、あまり大きくない、まあ、味噌がメインのカニなので、ただ、ハサミなんかはね、食べようと思えば中にある程度の筋肉が詰まってるんで、まあ、そういうところを余さず食べる方法として、ズガニ汁、食べてましたけれども、当然こんな小さい個体をあげるなんてこと初めてなんですけど、まあ、食べたらちゃんとそのズガニ汁の時に主に感じていた味噌、その味がしっかりとしました。うまい。この木ズガニの味噌とすっぽんの、まあ、だしは私の中で二大川リバーフードというかね、川の味がする二巨頭っていうふうに私の中で位置づけているんですけども、しっかりその木づかりのうまさが感じられました。いやー長かった。やっぱ本来はね、木づかりは、まあ、春夏の一般に川にいるやつを、まあ、偶然玉網ですくってそれを食べるっていうのが、まあ、一番北海道ではポピュラーなのかなと。で北海道は定置網、カニカゴですね、要するに。それは全土禁止なんですね。まあ、釣り具屋行けば売ってんですよね。でもまあ、密漁になっちゃうんで。あれかければ、よほど間抜けなところにかけない限りは、まあ、バンバン入ってくるんですけど、カニがいれば。まあ、それができないので。まあ、来季以降ちょっと、まあ、今季はちょっとね、岩野の源流長江が忙しかったんで、まあ、来季はちょっと春夏にもうちょっと、純粋な傘をやって、もこじくんをズガニ汁で食べたいなと思います。まあ、ちょっと話が長くなったところで、ね、じゃあ、浮きごり。浮きごりはあんまり印象に残らない魚なんですよね。まあ、ハゼとドジョウの中間みたいな。まあ、今回ちょっと塩焼き続いちゃったんで塩焼きではないですけど、まあ、純粋に改めて。こんなでかい個体食べるのは、今までで一番でかいことじゃないかな。初めてなんで。じゃあこれを抹茶塩をつけていただきます。マハゼとかと比べるとちょっと身がねパサパサしますね。そこがちょっと負けちゃってますけど、味は美味しいですよ。全く臭みないし、旨味あるし、これもね、結構北海道多産なんですよね、浮きごり。どこにでもいますから、いつもの筋エビ。途中で取るのやめたんですけど、こんだけ量が多産です。今日は、
いつも2度揚げするんですけど、今日はちょっと横着して1度揚げしたところ、逆にいつもクリスピーにしすぎちゃうんですよね。肉のこう感じがちゃんと残ってていい感じですね。これはこれでしっとり感がある。うまい。じゃあ気になる岩名くん、これはちょっと骨残るだろうな、口の中に。じゃあ尻尾から。でも尻尾はいけるな。イワナを揚げたのは初めてかもしれないです。大体いつも刺身か塩焼きなので。じゃあ頭、なんか不思議な感じですね。失礼ですが、戻しちゃいます。ちょっと重い、持ってるのは重いんで。うまいですけど、まあ慣れですかね。イワナが上がってるっていう感じ。まあ身の質もちょっと脂があれかな、取れてないのか、ちょっとビチャッと感がありますけど、うまいね。旨味がちゃんとある。はい。で、本日のお酒は、安定の桜島。見えてんのかな？これ、結構リーズナブルで、癖がなくて、割と自分の中でデフォルト的な芋焼酎ですね。それをお祝いで乾杯。うん、うまい。で、さっき南沼エビ調べたんですけど、やっぱり北海道には草食のエビ、淡水のエビは自然分布はしてないという説が多いようですね。まあ、何かしらの国内外来移入してしまったものだろうということだそうです。というわけで、ジガニ汁はできませんでしたが、ちゃんとズガニの味のする美味しいちびっこを食べられて満足であります。釣り人は、私が戻ってきた時にも車はなかったですけど、雨強くなってきちゃったのでね、釣れたのかな。このイワナは釣り逃したってことですから、あと私が取ったまあヤマメたち、まあ、他のヤマメが釣れてればいいんですけど。というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。